どうもこんにちは、黒ネタです。今回もアームズメンメンでランクマッチ行ってみたいと思います。最初の相手はローラポップ。前回も戦った気がするな。とりあえずトースターブーメランで行きましょうかね。ヒュンチャクチャ。アームズ！あ、俺が当たるのかな。あ、まず、うまい。今のうまいな。なんか迂闊にブーメラン打てないな。あ、目なかった。あ、もったいね。うまい。あぶね。まじ、今足んないか。まずい、危ねえ。あっち。あ、いけるか。どうですか。危ねえ。いや、なかなかきついな。なんか俺の動きがバレてるのかな。ちょっとブーメラン出すタイミングが下手だったし、もうちょっと気をつけようか。とりあえずもう一回これでいこう。お、来たね。アムズ！出すのが遅い。うまい。これ動きバレてるかもしんない。あぶね、食らってる。いけるか。よし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 。よし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 。本当の俺の掴みは通らんね。うまい。今の通したらうまいな。ちょっと怖い。やめてください。やめて。やあ、忍者キックッ。忍者どうですか。危ねえ。ちょっと逃げ切る感じになっちゃって申し訳ないけども、いや強いわ。対戦ありがとうございました。危ねえ。さあ、お次の相手はツインテーラー、トースター、ホットリング、バーチカル。最近よくこの人とマッチングするんだよな。ちょっとダブルトースターでいこうか。お。アムズ。あ、うまい。今うまいな。この人オーラ出してからのね、攻め方がうまいんだよ。見えねえ、こっち。うまい。ほんと危ないタイミングで攻撃する、この人。
あぶね。あ、チョイス。あぶね。いやでも今着地しっかり狙ってたな。この人本当強い。おいちょ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 い。あぶね。今のも俺トースター当たってないんだね。危なかった。よし。あ、ここ出したままかよ。それはない。あ、うち。それはない。マジで。あぶね。どうだ。どうですか。あぶね。今日ずっとこんなだな。いやほんと強いわ。ちょっとブーメランとかチャクラムみたいな隙がでかいアーム出せねえなこの人には。もう一回いきましょう。おアームズ見えない。危ねえ。カウンターにはカウンターじゃ。あーうまい。マジか、うまい。危ねえ。あっ、うわうだ、ダッサーイダッサーイ。あ、うまい。いや、この状況やばい。ラッシュ溜まった状態でこれはきつい。やばいなだよね。よし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 よ。ラッシュ温存でもよかったかな。あ、あ、ちょっと。やりました、やらかしました。ダメだ、浮かず正面からやり合うときついわ。ここは一か八か。ウランブーメラン、お前に決めた。アムズ、あ、うまい。あぶね、あぶね、ちょっと近づかないで、こっち見えない。はい。あ、うまい。いけるか。うわー。まずこっち見えないわ、ほんとえぐいタイミングで出して待ってたな。あ、うまい。ちょっとブンブンし始めたね。あー、これはきつい。いやー、このステージはきついな。惜しかったな。対戦ありがとうございました。さあ、今回最後のやつはドクターコイル、スカリー瞬着トースター。
コイルは苦手なんですよね。これでいくか。あん。あ、見て。あ、マジか。あ、うまい。そう、よく見てるな。あー、これガード入んのか。よし、よしよしよし。あ、ほんとつかみが通らねえな。待って、なあー、マジ耐えたけどよ、耐えたけどよ。あー、ダメか。これラッシュ使ったのはミスだな。温存でよかったね。やっぱコイルの回避性能高いな。これだったらブーメランいらない気がするな。ダブルトースター、あん。これがエクストライブがほんと強い。よし、お、マジか、見えなかったもの。あー、ドクルと見えない。まずい。あ、うまい。マジか。よしよしよし。いや、本当によくかわすね。あれ、これ見せたのまずい。よくないよ。まずい。いやー、きつい。見えねえ、それ上から飛んでくるのつらい。どうだどうだ。よし、いちいち。あー、ラッシュも溜まってる。なんとかなるかな。ただスカリーがマジで見えない。どのタイミングで攻撃食らってんだろう。まあ、とりあえずトースターでガンガン攻めるしかないな。うえへへへ。あー、むずい。ありがてえけどよ。あ、マジか。あ、ぬぬぬぬぬ。あ、まっ、一気にきついな。あ、まっ、どや、今のマジか。落とせてねえのか。うまい。これはつらい。コイルはほんともっと練習しねえとな。一
けねえんだけども、あ、ミスった、あー食らってくる、よいしょ、はい、くそー、さばけ、頭もできない？待って、それずるくない？危ね、あっ、あっ、あーやっちゃった、はい、というわけで今回ここまで、ぜひ高評価、チャンネル登録、アドバイスなどお願いいたします。ご視聴ありがとうございましたやっぱコイルは苦手だわ